はい、おはようございます。ということで、二日目の風景もね、撮っていこうかなと思います。ということで、朝起きて一番最初は外の景色を見ます。はい。まあ、こんな感じにまだ結構雪残ってますね。まあ、天気がちょっと曇りなんで暗いんですけど、まあ、しばらくね、溶けそうにない感じですね。で、こういうところのホテルって結構開かない、ドアが開かないようなところが多いですね。残念ながら開けられませんでした。では、朝風呂行ってきたいなと思います。ということで、お風呂から上がってきました。めちゃくちゃ気持ちよかったですね。まあ、昨日の夜とはね、違ったね、お風呂でした。はい、まあ、男女でね、時間によって、分けられてて、昨日とは違うお風呂入ってきたんですけど、もう全然人がいなくて、露天風呂も結構広かったですね。はい。おかげで、独り占めしてね、露天風呂をね、使ってました。で、このままですね、食事をするので、バイキング会場にね、向かおうかなと思います。朝ごはん食べ終わりました。いや、めちゃくちゃ食いましたね。で、このままね、部屋の方に戻りこうかなと思います。おはようございます。朝起きた時はね、曇ってたんですけどね、徐々に晴れてきましたね。はい、良かったですね。まあ、今日はね、ただ帰るだけなんですけど、まあ、ゆっくりね、電車旅して、家の方に帰ろうかなと思います。では、着替えて準備もできたんで、チェックアウトしてホテルを出ようかなと思います。ということで、ホテルのチェックアウトを済まして、外の方に出てきました。まあ、駅まではね、徒歩15分ぐらいで、結構ね、電車の時間まで余裕があるのでね、ゆっくり、まあ、外のね、景色を堪能しながらね、駅の方に向かっていこうかなと思います。ということで、駅の方に着きました。まあ、まだ十分時間があるんですけど、まだ切符を買ってないんでね、早く切符を買って、ホームの方にね、余裕を持って入ろうかなと思います。ということで、切符買ったんですけどね、こんなペラペラなね、レシートみたいなのが切符になります。はい。まあ、信じられないかもしれないですけど、これちゃんとした切符になります。ということでね、ホームに行って、電車ね、待とうかなと思います。では、ホームの方に上がってきたんですけど、人がね、ほとんどいなかった。まあ、これ今僕撮ってるところに全然、人が映らないようにね、撮ってるんですけど、大体僕含めてね、7、8人ぐらいしかいなかったね。まあ、ちょうどホテルのチェックアウトの時間が大体10時とか11時なんで、まあ、僕もその時間帯にね、駅に着いたんで、まあ、多分多い方なのかな。まあ、平日だしね。まあ、もともとここの駅そんなにね、利用者いないので、まあ、もしかしたら多い方なのかもしれません。で、今日も相変わらずね、天気が良くて、こんな感じでね、しばらく待ってたらですね、電車の方も来ましたので、こちら乗ってね、帰ろうかなと思います。ということで、川地湯本駅を出発いたしました。ここからですね、まあ、動画の大体3分半ぐらいね、まあ、ずっとね、僕が景色の方を撮ったんで、まあ、それを見ていただければなと思います。
さゆきです。まもなく鬼怒川温泉に停まります。お出口は右側です。鬼怒川温泉を出ますと、次は東武ワールドスクエアに停まります。Ladies and gentlemen, welcome aboard the Liberty Aizu Limited Express bound for Asakusa. This train will be arriving shortly at 鬼怒川温泉。The doors on the right side will open. The stop after 鬼怒川温泉 will be World Wide Square.